山頂にある手書き標識太平山は、埼玉県秩父市の奥秩父山海にある標高1603メートルの山。東京、埼玉都県境にある、長沢瀬良の天目山と鳥谷山のほぼ中間に、位置する七戸部山から北東に伸びる尾根城にあるに、位置する。長沢瀬良側から見ると雄大で綺麗な、半円形であり、大きく平らな山の形から、 太平山と呼ばれていたと言われている。秩父市補足墓地区から天目山林道を歩き、太平のくびれから笹やぶを開けた山道に入り、頂上まで15分ほど。頂上は2メートル四方ほど藪が開けており、三角点の標石と手書きの太平山と書かれた板がある。頂上は樹林帯で長望はあまりないが、木々の間から目前に七戸部山や天目山、その奥に、 富士山の裾野まで見ることができる。長沢瀬良の尾根道、または七戸部山から行く登山道はなく、七戸部山から尾根沿いに笹やぶを、やぶこぎて下るか、七戸部山の手前から北側に、谷川の急斜面を下って、一旦林道に出て、太平のくびれから登り返すことになる。西久保の廃屋から福寿草の自生地を通り台、土っけから尾根沿いに登る山道は、 途中で、沢登りがあり、また季節によっては笹やぶが深いためこのルートで登る、人はあまりいないが、人が、誰もいない、原生林の静寂や、藪こぎを好む登山者には、格好の目標とされている。ありがとうございます。